中年こと西島秀哉でございます。よろしくお願いします。ね、本日のステージの8月、スイッチ内入ってました。はい、サタデーナイトステージの8月、ね、もうあと残すところ9、10、11、12、4回だけということでございます、ね。その中で、このまま開催なんとかなるかな、ね、10月には私のスペシャル企画ご夫婦特集もございます、ね。何がと言いますと、私、中年君結婚25年目でございます。いやいや、まだですよ、まだ10月になるまでどうなるか分かりませんね。よくぞここまで耐えてきたと自分で自分を褒めてあげたい、そんな心境でございますが、さあ歌いこう。今日ね、実はね、ずっとカバーもね、なんかメンバーカバーでずっと押しておこうかなと思ってた。1曲目杉山清とか、ドライブで行って、2曲目チューブで行って、3曲目とあれスターダストレビューで行って、で4曲目にちょっと奈良のね、活動されてるブルーロータスさんっていうのを、これちょっとこっそりカバー、ゾロさん、一時のゾロさんみたいにこっそりカバーさせてもらってるんですけど、それをやって、で最後ね、いや、ちゃんと最後ね、実はあれ終わらない言うてたっけね、H&M さんの前昔もらった歌詞を、あれでちょっと一回やってみようかなと思ったんですけど、急遽 H&M さん来るということで慌てて振り分けられましたね。さすがにそんな勇気はないということで、またいつものようにオリジナルで通させていただきたいと思います。そのまま二人
気づくようになってきました、一応なんかね、ゾロさんなんかよう言われた、あ、そうそうそう、さっきね、マンボさんが、あ、チューニングサウナ言った時に誰もツッコミ入れへんねんけど、僕がチューニングサウナ言うたらいつもみんな、とかなんかなんでなんですよ。でもね、なんかライブのスタイルっていうのもいろいろ変わってきて、ライブのスタイルっていうか僕はずっと変わってないんやけども、なんか最近ね、気づくことがあって MC みんな喋るようになってきましたね。初めなんかライブでやりだした時にあんまりみんなね喋らんと歌歌歌っていうスタイルの方が結構多かったんです。なんでか知らんけど最近喋る方が増えてきて、すごいあのやりにくくこのスタイル確立したのは僕やのになねえ、あのそんなまさくないマネですよ。いや、でもないんです。あのね、もともと、学生時代に、先輩からこう教室をね、あの文化祭の時に教室バッとこう借りて、で一応ステージっていうかね、それで持っとけって、担当、まあ、西島はここ持っとけって言われて当てはめられて、1年の時とかやったらもうしょっぱなからですわね。でそのうちおいら行くからとか言って、誰もキャンプもずっとこうやらなあかん、2時間とかもうバーンもつながなあかんわけですよ。歌だけやったら持たへんので、ほとんど喋ってたっていうのが始まりやったんですけどね。さだまさしのマネですよ。あ、そうなのかなそうなのかな。まあまあ生まれて初めて聞いたのが、あの行ったコンサートがさだまさしで、その後行ったコンサートが、じゃあ生まれて初めて行ったのはサイモン・ザ・ガーファンクルやったんですよ。大阪球場来た。行きました行きました。行った行った。あ、行った。いや、ね、僕ね三塁側の覚えてない。ね、あの行きました行きました。でもあの人らコンサートで、まあ、曲僕もその時はもう曲聴いてましたね。あの間でなんかチラチラと喋らはったけど、何歌うかわからへんしそんなんで聴いてました。でさださんのコンサート行って、ああこんなんかって思ってね。でその後で行ったのが何やったかな、あ、杉山清高のオメガトライとか、うわ曲から曲にどんどん行くって、こんなスタイルあんねやとか思って改めてびっくりして、でなんかその後会話のとかね、なんかそんなん聞いてるの、あの人らも喋らはらへんんですよね。喋る。でもスタートデビューも結構喋らはるから、いやこのスタイル結構いいんだって思って、自分で納得はしてるんですが、歌いこう今夜君と待ち合わせた駅前の広場は夜の明かりに眩しく照らされてる。街を眺める人間違おう人混みの中に僕を見つけ、駆け出す君の笑顔、誰にも負けないくらい君のことが誰にも負けないくらい君のことを見つめている。ずっと僕は今でも変わらずに君をそっといつまでも愛している。君が覗く腕時計
界の本当の意味はお母さんに預けたあの子が気がかり。今夜は何も考えず僕だけを見ていてよ。もう少し君とあの頃にもう少し痛いからずっと僕は今でも変わらずに君をそっといつまでも愛している。ずっと僕は今でも変わらずに君をそっといつまでも愛している。なんかだん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 下がってきて、どうしようどうしようと思ってたんですけど、ちょうどよかったね。いやいや、ね、皆さんあのけね、この時期ではございますが、いろいろうろちょろうろちょろされているようでございます。リーチさんもお引っ越しどうもご苦労様でございましたね。H&M さんもなんかおいしいものいろいろ食べてもらえるようでね、いつも拝見させていただいておりますね。いつもね、お二方というグループともどもね、なんか羨ましいぐらいに夫婦仲がよく、まあ見てる限りでございますが、実際にね一緒に生活してないので、いろんな、どんな小競り合いがあるのかはよくわかりません。ね、いいですよね、夫婦仲がいいっていうのは。何か、いやそんなことないですよね、きっと仲がいいと思いますね。羨ましいよね、クラちゃんね、なんかね。ね、目指すところはそういう夫婦を目指していただいてね、少なくとも、そうそうそう、なんかでも、ね、奈良フォークソングクラブ魔法ローワーでしたっけ、ね、結構ご夫婦で活躍されてるところ多いんですかね。でもない。アミューズさんも。あ、アミューズとエッチャンの M さんが、まあ、ね、あ、うん、大丈夫やな。ああ、ね、その場冷たい。いや、冷たい。まあまあこんなん言うとあれやけど、まあまあ昔もね、もうかれこれ20年ぐらいになるのかな。どれぐらいになるんですかね、ゾロさん。僕ら、ほな会っていうのもありましてね、そちらの方でやってたんですけど、ほな会っていうのが結構夫婦仲が悪いのばっかり集まってましてもう会長に至ってはここ数年夫婦で会話したことないみたいな。ね、家の中でも会話なく、娘が間に入ってこう通訳のようにしゃべってくれるとか、なんかそういうような、ね、まあ入る団体を間違えたのがかね。マホロバの方に入っていればもっともっと夫婦の曲を現実的に歌えたのかもしれないと思いながら、ね、思ってたよりも時間があるのでこの曲もロッピングから待ち合わせのターミナル駅の一番ホームへ続くエスカレーター駆け足で駆け上る君を見つけた。眩しい夏の日差し、あたりに散りばめて、君のふるさとまでの
初めての小旅行、初詣の帰り初めて君の寝顔見た時も、満開の桜に見とれて君に腕をつねられた後も、僕の隣の窓側の席は君の指定席。初めて見る君のご両親、君を育てた街並み、海の香り漂わせ、暖かく僕を包んだ。今度来る時には君のその寂しげな左手の薬指、指輪で包んであげる。電車の窓から二人で輝くに見た時も、桜色のパールの髪飾り、君の髪に添えた時も、僕の隣の窓側の席は君の指定席。ずっとこれからも僕の隣は君の指定席。はい、指定席ということで思えばここから過ちが早まっておりますね。あのまだいや、もう OK だ、うん、寂しいな、なんか歌の間ちょっと続いてほしかったな。なんかね、注目はそっちの方にいっといてほしかったというのがあるんですが、さて、悲しいかな。今頃であればまだね、春日大社、マンドーロはやっておられるんでしょうかね。そうなんでしょうね、マンドーロやっておられるんでしょうかね。ねえ、行きたかったな、一流の人と。別に特定の男性、お付き合いしている男性がおられない方、よろしければまた一度私と聞いていただいて、常にご出張でございますね。奈良観光いろいろ、まあね、このステイホームの期間が終わりましたら、ぜひとも行きたいと思います。ね、まあ申し込みはこの辺にずっと後でまたテロップが流れて、テロップが流れて、ではマンドール。駅の階段を登り、その流れに飲まれ、夕暮れ迫るほど二人歩き出した。いつもと違うあなた、言葉数も少なく、視線をそらすように闇に目を、
つらに私を連れて行って言葉も何もなくてあなたのぬくもりだけで夏の夕暮れ人混みはあなたにはぐれそうで怖くて今はただ怖くて二人過ごした日々をそれぞれ映すように公園のあちこちに灯る薄明かり二人と違うことは進めば進むほどにきらびやかな明かりが増えてゆくこと瞳の中の声で別れの言葉聞こえた気がした確かめたくてあなたを見ても言葉をかけることで寄り添えるなら今一度あなたのぬくもりの中痛くて今はまだ痛くて幾千幾万のほのかな明かりが闇を照らし姿医者の参道今は映し出してる眩しく揺れる釣り道路を恋の終わりを飾る明かりが今はただ辛くて皆さん奇跡に立ち会えるかもしれません。5曲いけそうですではでは最後の曲になりました、ね、この曲で最後にさせていただきたいと思います。結構 10月楽しみにしております、ね、H&M さんよろしくお願いいたします、ね、名古屋さんもよろしくお願いいたしますね、あとここに、アミューズさんも一応声をかけさせてもらっておりますね。みんな無事でね、元気ですからね。そういうあった一応言うておきます。もしそれまで私の夫婦関係が続いてなかったらこの企画残念会ということでそのメンバーではやらせていただきます。では聞いてください、最後です。フォトグラフで最後させていただきます。今日であなたと私の宝物がみんなそれぞれの幸せへと巣立って行きました。見慣れた玄関を開けて下駄箱を覗けばいつもあったあの子の靴どこにも見当たらなくて家族
の声が響き渡るようにと手に入れたこの家の中が不思議なくらいものともせずに静かに時が流れるねえ今夜からはあなたと二人きりね。今夜あなたと二人でお祝いのためにあなたの好きなドイツワイン用意していたの笑顔に合うあの子の涙を誘ったのはお兄さんがあの子にくれた一枚のフォトグラフ幼稚園の入園式の帰り疲れて眠ったあの子をおぶったあなたの笑顔が桜の花びらの中でねえ、あなたの妻で本当によかったと思う。換気タイムとさせていただきます。どうも、ご協力よろしくお願いいたします。